皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。元大阪府知事の橋本哲氏が3日放送の読売テレビそこまでいって委員会 NP に出演。この日は衆院選を総括。橋本氏は日本維新の会の馬場伸之代表をもう批判しているが、この日の番組 MC を務めた弁護士の山口真由氏から代表選やるべきなんですよね。でも馬場さんに代わって 誰かかかいい人い人るんですかと聞かれた橋本氏は「僕維新の党員でも何でもないんで」と苦笑。続けて「与党と野党が固定していたら国会議員は飲み食いするしかない」。「自公の法案が通るんだから」だけどこれからの時代は政策立案能力がなければ飲み食いだけじゃまとまらない」と持論を述べた。 そこに作家の武田恒康氏が山口さんはオブラートに包んで聞いた。橋本さんは出ないんですかということと助け舟。それを聞いた橋本氏はさらに苦笑。今、維新のメンバーの99%はみんな、橋本、お前死んでくれ、と思っていますよ。あいつ、本当にもう、喋らすなと。僕はもう無理ですと否定し、スタジオでは爆笑が起きた。 社会学者の西田良介氏は両隣の橋本氏と前明氏市長の泉房星氏を指してお二人で神道を作ったりはされないんですかと問いかけ橋本氏が1秒で破滅しますと即答泉氏は僕は3日と言おうと思ったのに1秒は早いなと突っ込んだどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう